まあ私がね、いつも見ているそのヤフージャパンのニュースばっかり見てるからおかしいのかもしれませんけども、どうもね、この手のニュースがね、どうも目立ってくるんですよね。まあどんなニュースかと言いますと、今回はこんなニュースですね。ちょっと記事読んでみましょうか。誓約書に誠実な交際と署名させ、女子高生にみだらな行為、葉山町元副町長を3度目逮捕という。なんかね、これは誠実な交際なんですっていうふうなことに署名させて、それでまあみだらな行為っていうのは何ですかね、援助交際まがいのことをしていたってことなんですよね。ここまで念入りに計画的にやるってのはどうなんですかね。そういう方がまた町長になってしまう、あ、町長じゃないのか、副町長か、うん、まあそれにしてもこの立場ある職員に就く方が、まあ、こうなのかなというところもありますし、同時にそのぐらい、まあ、性衝動ってのは抑えられない、コントロールできない部分があるのかなと思いましてね、まあ、同じ男性ながらちょっと情けない部分と、まあそういうところもあるのかとね、なんとも言えないところがありますけども、記事を読んでみましょうか。神奈川県警少年捜査課などは17日、葉山町の元副町長で無職の田辺、孝太郎被告、53歳ですよ。私より年上ですね。53歳といえば、高校生ぐらいの娘さんがいらっしゃってもおかしくないような感じですけどね。胸が痛まないのかなと思っちゃいますね。これは自分の欲望とともに、やっぱりモラルっていうんですかね、育ててきた、育んできた正義感とか、その後の自分の人生をまっすぐ見つめられるかってところを考えると、まあ経験にそういうふうな行為にはね、出れないような気がするんですけども、それでも抑えられなかったんでしょうね。記事戻ります。児童福祉法違反、淫行させる行為、容疑で再逮捕した。逮捕は3回目ということでございます。3回目ですよ。そのぐらい抑えられないものなんでしょうかね。発表では、田辺被告は2017年11月2回にわたり平塚市のホテルで当時17歳の女子高生とみだらな行為をした、行い、疑い、容疑を否認しているということで、どっちなんでしょうか。まあ、大体ね、高校生の娘さんもね、53歳のおじさんとかに、いや、ついてっちゃダメですよ、いや、お金もらえるぐらい行っちゃったのかもしれませんけども、いや、それこそね、誠実な恋愛なら仕方がないですけども、誠実な恋愛でしたらやっぱりね、それなりの表明をあってしかるべきかなと思いますし、あとね、やっぱりね、53歳になって高校生の子に、まあいいこと悪いことを諭す立場であるのに、まあこういうふうなことをね、してしまうっていうのは一体どういうことなんでしょうかと。で、どうかは、田辺被告が出会い系アプリで女子高生と知り合い、誠実な交際という誓約書に署名させていたと見て調べていると。まあね、非常に情けないなと思いますね、これはね。まあ気持ちはね、こう言ったらあれですけど、わからないでもないんですよ。若くて可愛い女の子は周りにいっぱいね、目につきますし、それに比べて、わかんないですけどね、自分の立場っていうのは何なんだこれはと思った時に、なんかね、知恵を巡らして、これなら大丈夫だろうと思って、法の目をかいくぐってね、ちょっと自分の欲求を満たしていこうみたいなことがありますけども、まあそれをするんだったらもうね、そういうお店に行ってもらうしかないかなと思うんですけどね。まあこういうのがね、続くと、私もね、Facebook の記事を開けたりね、Yahoo ニュースを見るのが億劫になってきますよ。まあこういうニュースがあるからまたね、連鎖して似たような事件が起きるのかもしれないですよね。で、結局こういうニュースを見て、まあ私みたいな年齢の立場が感じることと、あとはね、中学生とか高校生の女の子が感じる立場、あ、出会い系アプリでこういうふうな人を釣ったらちょっとお金になるんだみたいなことが、発想として浮かんできちゃうんではないかなと思うんですよね。どうなってしまうんでしょうか、ヤフーニュースね。じゃあまあ、他に似たようなニュースってないですかね。これヤフーニュースを開くとね、あれ、ちょっとなんかバグってますね。これですね。72歳の男を逮捕、女子高生のわいせつ未遂疑い、奈良。奈良でもこんなことが起きてます。72歳の男を逮捕、女子高生へのわいせつ未遂疑い、奈良。駅の待合室で、女子高生にわいせつな行為をしようとしたとして、警察は今日、奈良市の無職、川添、光男被告、72歳。72歳もうね、敬老の日が近いんですよ。強制わいせつ未遂の疑いで逮捕しました。警察によりますと、川添容疑者は昨日6時15分頃、近鉄富尾駅の待合室で女子高生が抵抗するにもかかわらず、スカートの中に手を入れ、わいせつな行為をしようとしたということでございます。
川添容疑者は女の子が可愛かったので足を触りたかったと容疑を認めていますと。いやーあのねー、もうちょっと若いもんに配慮できないのかなと思っちゃいますね。これはねもうあのレイブ事件ですよ、ここまで来たらね、もう恥を知ってほしいなと思いますね。うん、あのどっかで暴走ね、自動車が人を引き殺す事件もありましたけども、なんかねもうちょっとね敬老の日に老人が敬われるようなね、そんな生き方をしないとダメなんじゃないですかねと。私もねこれから30年かけて老人になっていきますけども、ちょっとね尊敬されるような年の取り方とまでは言わないですけども、こういうふうな、若い者に迷惑をかけるような年の取り方はちょっとしないようにしないといけないかなと思うばかりでございます。まあ今日は2つの事件を紹介しましたけども、ちょっとヤフーニュース開いてたけども、トピックスのね10個ぐらい出てくるトピックスのうちの2つ3つはこういうね性犯罪の例なんですよ。特に、まあいい年齢をしたね男性が50代70代でしょ今日も、年はもういかないね女の子に一生心の傷残る、周りの人にもね随分迷惑をかけるようなことをしてしまったっていうことがね、ちょっと悔やまれてならないかなと思いますね。どうでしょうか田村さん。それでは以上です。